あお疲れ。って、ええー、おま、まだ会社いんの周り見渡せって、こんなドクリスマスの日に、こんな時間までまだ残業なんかしてる女子社員、お前ぐらいだぞ。ああ、重大なミスを発見した。ねえ。みんなは手伝ってくれなかったわけ。みんなは忙しいから巻き込めないと。 あ、はあ、まあ、クリスマスだもんな。お前以外はみんな、家族持ちや、彼氏持ちだもんな。おい、なんか言い返さないんかよ。そうですか、それどころじゃないっすか。つーかもうお前の視界にはパソコンしか映ってねえな。うわ、ブラインドタッチの速度えげつな。 ジングルベール、ジングルベール。いや、ちょっとそのカタカタ音に合わせて歌でも歌ってあげようかと。気が散るから目の前座らないでくださいって。ほんと相変わらず釣れないよな。え俺何してんのかって。俺はな、出張から帰ってきたばっかで疲れてんだよ。だから、 しばらくここでぼーっとしてから、ゆっくり帰宅すんの。だいたい言うてまだ今帰ったとこで、イルミネーションやら浮かれたカップルやら目障りだろうし。お前みたいに、おとなしく会社にいて、真顔で残業してる方が正解だよな。うー、んうん、大正解。素晴らしい判断。<laughs> 無視ですか。そうですか。 <laughs> なあところで、毎日そんなパソコンとにらめっこしててさ、目疲れない。ああ、そう、ドライアイなそりゃなるよな肩こりとかは大丈夫はいや、俺だって、そのくらいの心配はするだろ。 いや、外回りばっかしてる立場としてはさ、陰で支えてくれてるジムの人たちには本当、感謝しかないから。ああ、それに今日だって、こんな浮かれた日に、部署内でお前一人だけ、ムキになって仕事し続けてさ。なんか、お前みたいな真面目な人間のおかげで、仕事も社会も回ってんだよなって、改めて思うっつうか。だから本当、 頭が上が上らないんだわって、え,ー、えなに何,何ボロボロ泣いてんだよえドライアイじゃないのって違うか。えつうか泣きながらブラインドタッチし続けてんのそこそこ怖いんすけど。えいや、うん、上司もみんなさお前のことはちゃんと評価してるよ。でもさ俺としては。 そういうことが不器用なのはわかるんだけども、もっとみんなみたいにうまく息抜きした方がいいのにって正直思っちゃうんだけどなあ。あ、手止まった。終わったのああ、あとは印刷ならもう終わりも同然だな。え 印刷後にまだ仕分け作業があるとな。それさ、もう明日に回したらふふ、<laughs> だよな。今帰ったとこで、まだまだ外、目障りでうざいだけだよな。じゃ、しゃーなし、俺も手伝うとすっか。んいいの。なんか、お前のおかげで、このクソつまんなかったクリスマス、ちょっと、 楽しくなってきたから。そうだ、もしその仕分け作業があと30分以内にでも片付いたらさ、俺と一緒に浮かれたシャンパンでも飲みに行かないかやっぱ、最後の最後に浮かれるべきは、俺らみたいなかわいそうな奴らだと思わない <laughs> この後に及んで嘘言うわけねえだろう。俺はさ、今純粋に、 釣れないお前から最高に似合わない言葉を引き出してみたいんだよ。何って。じゃあ、まずは俺から言ってみるか。メリークリスマス。ついでに、大好き。